はい、皆さんどうもこんばんは。今日はこちらの究極ジュースブラン、このスイッチ、今回はこのレンジャー超進化のレンジャー生産時間やや減少、これを1回究極進化に戻してアビリティ生産時間大幅減少ですね。でそれをまたさらにこの超進化に戻した場合どういう変化になるかっていう今回の動画です。このゼウスブラウンですね。このゼウスブラウンのステータス、こちらのこのレンジャー生成時間が13秒となっております。この13秒がどうなるのかっていうのを検証したいと思います。じゃあまず早速このスイッチを行います。スイッチを、はい、ボタンを押します。はい、これで、まずはこの究極進化に戻しました。で、どこ行ったか、これか。この神の子ゼウスブラン。これが、今まで13秒が、9秒ですね。9秒、4秒短縮になりました。あとですね、変わったところはミネラル費用。前は、超進化の時は1500ですけど、ミネラル、費用が1640と、ちょっと重たくなってる気がします。で、あと変わっているところがですね、上から1秒あたりの攻撃が若干、50だけですか ?50 だけ。50だけ上がってます。で、攻撃力も約、まあ、100。まあ、そんなに変わらないですね。こちらの方が100多いです。それと、こう体力。体力もこちらの方が若干あります。で、物理防御と防、物理防、ん?この防御力は一緒ですね。で、物理、ん?物理防御力、26100。これ、そうですね。で、攻撃速度も一緒、移動速度も一緒、範囲も一緒。一緒ですね。大きく変わったのが、このミネラル費用が、1500から1640、重たくなったっていう感じです。で、これを、また、スイッチ。あれ?スイッチ、いいのかな?またスイッチしてみようと思います。このメドゥーサリア。メドゥーサリア。あ、これ大丈夫ですね。で、進化できますね。スイッチ。次へ。メドゥーサリアが5、これメドゥーサリアが、5体。セイレンアリスが、これが4体。こっち、ケンタウロス部長が、こちら4体必要になります。で、これをスイッチしてみます。で、確認します。で、ステータス、ステータスを見てみたいと思います。ステータス、そうですね。これも攻撃力、変わらないですね。変わりはないですね。移動速度かな?移動速度も変わらない。変わったところ回避率、スキル発動。
あと10パー、28パー、13秒。レンジャーミネラル費用。これはですね、まあ、結果としまして、究極の、究極進化から、そうなる。究極進化から、この青、赤八から、青八に変えて、また赤八にしても、ステータスが、変わらないという結果になりました。以上です。お疲れ様です。